大きな拍手ありがとうございます。なぜ使っていただいてありがとうございます。私は、競技者そしてパフォーマーとして活動しており、こちらにもご紹介いただきました通り過去8回の全日本チャンピオン、そして過去7回の世界チャンピオンになったことがあります。現役のヨーヨー世界チャンピオンです。そしてヨーヨーの競技者パフォーマーとして活動するほか、普段はね、平日は会社員をしています。で、もう社会人歴も11年目になりまして、業種もですね、実はヨーヨーとは全然関係ないお仕事をしています。ただこういった活動を認めていただいて、今は会社に、スポンサーという感じで活動を、支援していただいています。今日僕がね、お話したのは、僕はずっと仕事とヨーヨー、この2つの両立をずっとテーマにヨーヨーをやってきました。今日はヨーヨーパフォーマンスを楽しんでいただく他にもですね、仕事を、続けながら好きなことをどんどん突き詰める、続けるっていうことをテーマに少しお話しさせていただければと思います。お願いします。まずはですね、最初にちょっと競技のヨーヨーについてご説明させてください。実はですね、ヨーヨーってですね、もう今見ていただいた通りめちゃくちゃ昔のおもちゃと比べて進化しておりまして、もうおもちゃの域を超えて世界中で楽しまれているスポーツになっています。競技人口は世界中でね、もう数十万から数百万人とも実は言われておりまして、世界大会には約数百人が約30カ国から一堂に集いまして、その年の世界チャンピオンを決めます。そして競技のじゃ内容をどういうふうに競技するのっていうじゃないですか。これは冒頭にお見せしたような音楽に合わせてヨーヨーを演技するフリースタイル競技というのが最も一般的です。ジャッジ審査員は演技された演技に対して得点をつけて順位をつけていきます。フィギュアスケートとかね、ちょっと近い感覚かなと思います。そしてですね、この競技の年齢層なんですけども、実は10代から20代前半くらいが一番メジャーで、一番強い年齢層です。僕のように、会社にしながら、家庭も持ちながら、30代で、この世界大会の優勝の戦線に加わるというのはなかなか、正直、めちゃくちゃレアケースで、世界的にも、ほとんど正直いません。で、なんでかなと思ったんですけど、やっぱり学生と比べて練習時間も確保すること、時間の確保っていうのが一番やっぱり一個ハードルになると思うんですよね。で、実際僕も就職したばかりの頃はやっぱり時間が取れなかったり結果が出なかったりめちゃくちゃ悩んだんですよ。で、ただその悩む中で一個これが仕事をしながら好きなことでどんどん突き詰めて結果を出すための答えの一個が、単位時間あたりの価値を向上することだと僕は思いました。これどういうことか少しご説明させてください。具体的にはいろんなやり方あると思うんですけども、例えば今日ね、代表的な2つをご紹介したいと思います。まずは方法面の1個、まずはですね、練習時間が今日あるとするたら、その使える時間に対して常に目標を持って練習に取り組むことでした。今日は1時間使える、今日は30分使える、今日は10分だけ使える。じゃあその限られた時間の中で自分は何を達成したいのか、何を目標して今からそのヨーヨーに取り組むのか、それを常に頭の中に入れて練習に取り組むようになりました。そして練習が終わったとも、じゃあ今日いいよ、目標掲げたよ、これに対してじゃあ自分はどのくらい近づけたのか、究極1時間前の自分と比べて1時間後の自分は 0.001 ミリでも上手くなってればいいんですよ。そういった方法を常に頭に入れて練習に臨むようになりました。そしてもう一つ、意識面、これめちゃくちゃ当たり前のように思うんですけど、やっぱり今自分がヨーヨーできているこの時間っていうのはめちゃくちゃ実は貴重なものなんだなっていうのを改めて意識するようになりました。やっぱり仕事を始めて自由になる時間っていうのは学生時代に比べてしょうがない、それは少なくてもなるものだと僕は思ってます。でそういう時間っていうのは例えば睡眠に使ったりとか、友達と遊んだりとか、ちょっとゲームしたいなとか、そういう時間だと思うんですけど、そういったことに使えたはずの時間をいやいやあえて自分は今ヨーヨーに費やしたいんだと。余ってる時間が余ってるから練習するんじゃないです、あえて時間を捻出して作り出して僕はヨーヨーをしたいんだということを常に意識するようになりました。で、そういった悩みをいろいろ試行錯誤して捉えた結果的には社会人選手になった時の方が、なった後の方が、世界チャンピオンタイトルも日本チャンピオンタイトルも多く獲得することができました。そして
こういうことって実は仕事の面でもすごくいい面が一個あって、やっぱり練習要領をしている時は 100% もの要領に集中できるんですよ。ということはやっぱり、ね、仕事をしている時は 100% もう仕事に集中できるので、結果的には両方 のパフォーマンスを上げることができたのかできたんじゃないかと思います。で、今日僕が一番皆さんの前でお話したかったのが、こういう限られた時間の中でも好きなことをずっと続けるとか突き詰めるとかっていうのは、要領以外のことにもめちゃくちゃ僕は通じるテーマなんじゃないかと思ってます。で、今日ご聴講いただいている中には、まあ、学生の方もたくさんいらっしゃると思います。で、もしかしたら今自分がやってる好きなこととか、まあ、趣味とかあると思うんですよ。でも、それはでも就職したらあんまり時間なくなって楽しく、まあ、なくなっちゃうとか楽しめなくなっちゃうんじゃないかなという不安を抱いている方ももしかしたら、まあ、いらっしゃるかもしれません。でも僕は一個そういう方に一つだけちょっとだけお伝えしたいのは、いやいやそうじゃなくて工夫とかやり方次第ではもしかしたら今まで以上に好きなことをめちゃくちゃなんか突き詰められる可能性なんて全然あるし、やっぱり僕はその30代になってからずっと戦い続けてきた理由っていうのは、やっぱり自分より若い世代にそういうことを一つなんか少しでも知ってもらえたらいいかなと思ってずっと戦ってきました。やっぱり世界チャンピオンになったことが別に結果ゴールじゃなくて、なんかで、そして、まあ、世界チャンピオンになりましたどうだすごいでしょじゃなくって、世界チャンピオンになった後に何するかが僕はめちゃくちゃ重要だと思ってて、その一つがやっぱ好きなことを続けるのって時には難しいこともあるかもしれないけど、やり方次第でやっぱりできるし、なんか自分が好きなものを皆さん一つ一つこれからずっと大事にしていくことってすごい面白いことだと思って、ぜひそれもお伝えしたかったです。ご聴講いただきありがとうございました。ラストもう一つだけ要領パフォーマンスお見せしたいと思います。ラストは紐と要領が離れるオフストリングというスタイルご覧いただこうと思います。これが実は僕が一番得意なスタイルでして、過去8回の全日本チャンピオン、そして過去7回中6回の世界チャンピオンタイトルはこの部門で獲得したタイトルです。やっぱり、ね、自分が一番得意なものでラストはバチッと盛り上げていきたいと思いますので、最後よろしくお願いします。ちょっとだけ準備のお時間いただきます。よろしくお願いします。